コーニッシュは、イギリスの自動車メーカーであるロールスロイスが1971年から1996年まで、また2000年と2001年にも生産していた高級に、ドアクーペ及びオープンカーである。ベースは、シルバーシャドウであるが、ボディ共有部分は少ない。なお、コーニッシュはもともと、ベントレーのブランドであった。そちらは、ベントレーコーニッシュを参照のこと。名は、 南フランスの湾岸道路に由来する。1971年3月に、シルバーシャドウミュリナーパークウード2ドア、フィックスドヘッドクーペが高日ュに改名され、1996年にかけてこの名称で販売された。外装のデザインは、ジョン・パルウェル・ブラッチリーによる、独立コーチビルダーのジェームス・ヤングは、シルバーシャドウの2ドアクーペ版を制作していたが、 ヤングのモデルは不人気のためすぐに生産中止となった。このモデルはロンドンのミリナーパークウードで組み立てられ、シルバーシャドウクーペは1965年まで、ドロップヘッドクーペはコーニッシュと名付けられる1971年まで継続された。同型車はベントレーブランドでもベントレー,コーニッシュとして販売された。当初はニドアクーペ及びドロップヘッドクーペの両使用が 提供されていたが、1982年以降の高日種はドロップヘッドクーペのみとなる。エンジンは、ロールスロイス製 V 型8気筒エンジンが搭載された。中鉄製ウェットシリンダーライナーとアルミニウムシリコン、合金製シリンダーブロック、アルミニウム製、シリンダーヘッドが採用されていた。内径 f 104.1mm 工程 99.1mm で、 総排気量は 6748cc であった。当初はスキナーズユニオン製キャブレター2機が搭載されていたが、1975年からはソレックス製の4バレルキャブレター1機に置き換えられた。輸出モデルは1980年にボッシュ製の燃料噴射装置が搭載されるまで SU キャブレター2機が搭載され続けた。3速 AT はゼネラルモーターズから供給された。 ターボハイドロマチック400である。コイルスプリング式四輪独立喧嘩サスペンションは、油圧式、セルフレベリングシステムが当初は四輪に搭載されたが、後に後輪のみの搭載となった。四輪にディスクブレーキが搭載され、1972年からは、ベンチレーテッドディスクとなった。ホイールベースは、当初メートル、m 九百七十四年にミリメートルに、 拡大され、1979年に 3061mm に、再び拡張された。高日種1986年、紹介量され高日種通となった。クロームメッキを施した鉄製バンパーは、このモデルから合金とプラスチックのものに置き換えられた。アルミニウム製ラジエータは置き換えられ、オイルクーラーが追加された。アンチロックブレーキシステムは、 標準装備となったが、エアバッグは設定されなかった。その他の変更として、新しいデザインのリム、リアのナンバープレート周りのバックランプレンズやパターンの変更、新設計のシートやダッシュボードがあった。生産台数は1226台。1989年、フランクフルトモーターショーにて、コーニッシュ3が登場した。コーニッシュからの大きな変更として、運転席、 エアバッグが標準装備になった。バンパーはボディ同色となり、より高度なサスペンションシステムが搭載された。ダッシュボードやセンターコンソールなど内装も小変更を受けた。生産台数は452台。1993年、高日種法が登場した。組み立てはミュリナーパークボードからクルー工場へと変更された。リアウィンドウは プラスティック製からガラス製に変更された。屋根の機構も改良され、手動でのラッチ操作が不要になる。またカーエアコンは大体フロン化され、運転席に加え助手席、エアバッグが標準となる。1995年、最後のコーニッシュ法として、コーニッシュ S が生産された。ターボチャージャーが搭載され25台が限定生産された。生産台数は、 コーニッシュ S の25台を含めて244台。コーニッシュ法2 0 0年1月、コーニッシュの名前を持つ5番目のモデルが登場した。アメリカ合衆国での値段は359,900ドルと、当時のロールスロイス社の中で最も高価な車だった。しかしその後、ロールスロイスは、BMW、ベントレーは、フォルクスワーゲンというそれぞれ別々の会社の参加となったため、 高日種部位の生産も打ち切られることとなり、早くも2001年に生産は終了された。ありがとうございます。